6月27日水曜日、時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM、 みさよのふるさと自慢あじ島の時間がやってまいりました。はい、はい、福岡県ご出身、はい、はい、の小山健さんです。はい、どうも皆さん、はじめまして、小山健です。よろしくお願いいたします。小山さんは福岡県ご出身なんですが、はい、はい、あの千葉県の PR なさってますよね。そうなんですよね、福岡県から、ね、考えればね、地元のね、生まれたところの故郷を、ね、PR しないで、なぜ千葉の PR をしてるんだって怒られちゃいますけどね。そうなんですね、そうなんですよ、実はね、まあ、ひょんなことで、まあ、あるちょっと、まあ、ライブハウスでですね、イベントにちょっと出させていただいて、その時に、まあ、たまたまそこに、出入りされてた方が、船橋の観光協会の、副理事の方がいらっしゃいまして、その方にですね、まあ、ぜひ第二の、ふるさとと思って、第二のふるさと、いいですね、で、この曲を歌っていただきたいという、まあ、ありがたいお言葉をいただきましてですね、それで、まあ、船橋の実はご当地ソングを、イメージソングみたいな、イメージソングみたいな感じですね、歌っていただいてるんですね。後ほどまた聞いていただこうと思うんですけども、福岡県からこちら、まあ、東京の方に出てこられて、もう20歳ぐらいの時に出てこられたんですね。そうですね、20歳で、まあ、いろいろ、まあ、就職とかもありまして、ちょうどその20歳を迎えるちょっと前に、地元の主催のお祭りにですね、出させてもらった時にですね、まあ、それもちょっと地元のローカルテレビで、ちょっと、まあ、朝の情報番組に近い時間帯に流された時にですね、まあ、街を歩いてると、お、あれ歌ってたやつだみたいな形でですね、街で指さされるようになって、そうですか、まあ、九州人はですね、そう言うとすぐこう調子に乗りますからね。で調子に乗っちゃって、それで都市を目指して東京に出てらっしゃったんですね。そうなんですね、まあ、結局それを、まあ、ビデオを撮ってたところを、まあ、その映像をですね、実は、まあ、父がずっと何回も見てたんですね、その姿をパッと見たときに、どれだけこの歌声が通用するのかな、福岡だけじゃなくて、ちょっと、まあ、昔から東京に出たいっていうのもちょっと野望ありましたんで、ちょっと試してみたいと思って、まあ、それで、まあ、状況も決意した、ね、あ、なるほどですね、その、まあ、福岡の、まあ、お父様がそのビデオを持ってたっていうことなんですが、もともとは歌手にしたかったんですかね。どうなんですかね、まあ、自営業っていうか、あのうちの実家は、クリニック屋なんですけど、そうですか、まあ、長男がいて、僕はもう次男なんですけどね、まあ、姉が一番上いるんですけど、姉はもうもちろん継ぐわけにもいかない、で誰が継ぐんだみたいな話にはなってたんですけど、ちょうどその時に、まあ、兄が継いでたんで、僕はどうしようかななんても思ってて、まあ、でも人前で、まあ、小学校中学校高校といろいろ予選会とか文化祭とかで歌う機会もありましたんで、まあ、その頃から、まあ、ちょっとそういう歌っていうか、歌にはもう、なんて言うんだろうな、近いやっぱり存在ではあったんで、まあ、少なからずとも歌手になりたいっていう野望はあったのかもしれないですね。あ、そうですね、はい、そして船橋の方に行かれまして、はいはい、でそこでライブハウスでその観光協会の副理事長さんとお会いして、 それで、じゃあこの声はぜひと思ったんでしょうね、きっとね。そうですね、まあ、僕も正直言って、まあ、そこのライブハウスで月1イベントっていうのがあってですね、空、まあ、未来シアター空っていうところなんですけども、まあ、そこの空でっていうのがあって、まあ、アポロシアターをイメージしたような、まあ、公開、オーディションみたいなのがあるんですけど、まあ、実はもうそれの今司会もさせていただいているという形で、まあ、そこで結局その、まあ、なんかこう取っかかりが欲しいと思ってたんですね、ちょうどたまたまそこに審査員の方がいらっしゃって、地元密着型の観光協会の方が、まあ、もう一番最初、もう先にですね、手を挙げて、ちょっと後でお話がありますみたいな、あら、もう嬉しい話でした、ね、じゃあラッキーですよね。もうラッキーでした。先ほどソラさんというお話がありましたけども、はいはいはい、そのソラライブハウス、ソラさんの、そのイベントっていうのをしょっちゅうやるんですか。月1でやってるんですね。これはオーディションという形をやってるんですか。あのプロアマー問わずですね、もういろんな方、もうお笑いでもいいですし、もちろん歌でもいいです、もう劇でも何でも構わないって、でそれをまあ3人、まあ、4人とか特にですね、まあ、それもプロの業界いらっしゃった方、映画監督の方、まあ、あとは
そうですね、レコード会社の方とかがですね、はいはい、まあ、審査して、まあ、プロの評価も聞けるというところで、あ、なるほどですね、はい、そのソラさんから、はい、ご当地ヒーローかなんか出るって話をちらっと耳にしてるんですけども。ご当地ヒーローですか、ヒーローじゃないですね、ヒーローじゃない、アイドルですね、アイドルですね、はい、そうなんです、実はですね、まあ、その船橋市、はい、まあ、野田総理が出た船橋市なんですけど、船橋市もですね、まあ、市政75周年ということで、はい、うん、はい、ね、まあ、いい節目でもありますし、はい、で、船橋市にはその大神宮っていう、はい、船橋大神宮っていう神社があります。神社があるんですね。そこがですね、はい、まあ、1900年に値するという、おー、すごい、卑弥呼の時代より先にもうあるということで、すごいですね、でそういうなのがですね、まあ、重なったところで、はい、まあ、町おこしの一大イベントで何かをやりたいっていう話が起きまして、はい、まあ、今いろいろご当地アイドルとかいうのがありましたので、ね、はい、まあ、それでご当地アイドル、まあ、船橋の顔ということで F フェイス、あの F フェイスですね、船橋の顔で F フェイス001っていう形で、 F フェイス、はい、はい、F フェイスですね、まあ、いわゆるフェイ ス、 フェイス顔です、はい、顔ですね。で001っていうのが、まあ、大神宮っていうのがもともとは大井神社っていう名前だったんで、うん、はい、それをちょっとかけて001、おお、いいですね。その、はい、イメージガールさん、はい、はい、デビューいつなんですか。デビューがですね、7月の15日なんですけどね、一応、うん、チラシがこうなりますけども、はい、はい、今4人で、4人で、あ、可愛らしいですね、はい、もう元っくんです、ダンス、歌も。でも、はい、すごく申し訳ないです、はい、幼く感じるんですが、幼いですね、一番下12歳ですね、中学1年生、あら、で一番上は中学、高校3年生ですね。そうですか、はい、でもすごい可愛らしいお嬢さんたち、可愛いですよ、ね、もう、まあ、この彼女たちのですね、実はまあオーディションも司会させていただいて、だからもう舞台袖でもうブルブル震えながら順番を待ってたっていうのも、うん、まあ、まあ、近いところから見てました。じゃあもうたくさん応募が来た中でこの4人が選ばれた、はい、ということなんですね。300からの応募の中からの、そうですか、それをソラさんで、はい、そうですね、ソラの方で、はい、まあ、ソラさんの方で一応事務局って形でやらせていただいて、ボーカルレッスン、ダンスレッスンって形でですね、今も7月の15日のデビューに向けて猛特訓してるという形で、そうですね、このアイドルさんは主に 活躍っていうか活動する場所っていうのはどこなんですか。そうですね、まあ、まあ、船橋のオロジアイドルなので、はい、まあ、船橋ですね、うん、まあ、近いその7月ですと7月の20、21、22とですね、うん、3days で船橋の市民祭りが、はい、開催されます、うん、まあ、船橋の市民祭りでですね、まあ、各地、はい、各イベントのステージがありますので、はい、ちょっとまあ詳細は改めてっていう形になりますけども、どそこでまあ彼女たちが登場して、その日3日のうちどこに登場するかが謎なんですね。そうですね、まあ、3日とも一応出る形にはなると思うんですけども、ちょっと場所がいろいろ点々としてますんでね、それはもう随時、この未来シアターソラさんの方のホームページでも、配信させていただきたいということなので、未来シアター、はい、ソラというので検索していただければ、はい、そうですね、大丈夫なんですね。彼女たちの一応詳細も出てくるということで、ね、はい、はい、ではぜひですね、未来シアターソラ、ソラさんで検索していただいて、はい、このアイドルさんのお名前っていうか、そのユニットの、はい、ユニット名はもう決まってるんですか。そうですね、ユニット名が船橋の顔ですね。顔ってただフェイス001でいいんですか、はい、先ほどお話しした F フェイス001ですね、F でこうハートマークですね、はい、エース001ですね、はい、ぜひね皆さん検索していただきたいと思います。 そうですね、はい、そしてですね、この小山さんのお話になるんですが、はいはいはい、小山さんは福岡のご出身ですね、はい、小さい頃から福岡っておいしいものたくさんありますよね。いっぱいあります。もう本当いっぱいあって、うん、ね、もう福岡といえばね、はい、もう明太子でしょ、でね、みたいな感じで言われるんですけど、もつ鍋でしょ、もつ鍋でしょ、はい、ね、水炊きでしょ、水炊でしょ、いろんなこと言われる、ちゃんぽんでしょ、ちゃんぽんでしょ、ちゃんぽん長崎です。あ、そうか、長崎か。いろんなね、こと言われますけど、まあ、代表的なのがやっぱり明太子なんですけど、明太子ですよね。明太子は残念ながら、福岡県の人たちでも高級品です。なんでもらい物じゃないとなかなか、そうなんですか、入らない、そうなんですか、はい、なんで、よくCM とかでもあるんですけど、ちょっと型崩れてしまったのとか、それありますよね、そういうふうに、まあ、みんなそこに殺到するような。私ね、お取り寄せ実はしてるんですよ、はいはい、それもキリコっていうね、はい、そうです、そうです、ね、これでもね、はい、形は不揃いって言いますけど、はい、綺麗ですよ、とっても。味はもう変わらないんでね、そうですよね、なんかね、明太子の CM してるみたいな感じですけど、ね、そうですね。あともつ鍋なんかもね、とっても美味しいところですね、はい、美味しいんですよ ね、もう、まあ、東京の方でもね、うん、博多もつ鍋とか書いてあるお店とかも、はい、僕もたまに行きます、ふるさとの味が恋しくて、あ、なるほどですね、行きますけど、やっぱり
今度はあの船橋の方ってどんなものがあるんですか。はいはい、船橋はですね、うん、まあ、これがやっぱりあの福岡とちょっと似てるところがありまして、はい、やっぱり港町、ありますんで、海産物とかですね、はい、魚介類、あとまあ海苔とかですね、はいはい、なのでまあ船橋港とかあの辺はですね、はい、大手 の、 あの食品会社とかの工場とかもたくさんありますんで、ね、はい、やっぱりその商業の町でもあると、はい、まあ、海産物の町でもある、あとはまあその農業とかですね、はい、まあ、実はその、先月かな、はい、某テレビ局とかでも取り上げられましたけど、はい、小松菜とかですね、小松菜ですね、はい、とかもまあ有名である。あ、なるほどですね、はい、なんかねお腹空いてきちゃった。この時間になるとね、いつも私お腹空いちゃうんですよ。お腹空きますよね。そうなんですよ、もう美味しい話ばかし皆さんからね、お伺いするものですから、お腹が空いてしまうんですが、はい、はい、で、近々、はい、なんかイベントありますね、そうですね、はい、はい、実はですね、今月の、はい、30日、6月の30日の土曜日になります、はい、まあ、一番最初にかけさせていただきましたふるさとの、はい、作曲家ですね、野風蔵の、はい、山本博之先生のですね、はい、実はまあ私は門下生という、はい、最後の弟子なんても言われて、今も崖っぷちで頑張ってるんですけども、崖っぷちじゃないですよ、まあ、いやもう本当崖っぷちです、はい、なので、はい、まあ、今月の30日に、はい、またその夏ライブですね、定期的に夏と冬ライブやられてますので、その夏ライブのですね、オープニングを飾るという形で。あ、なるほどですね、はい、じゃあその山本先生との出会いというのは3年ほど前、はい、3年前ですね、はい、ちょうどその今かけさせていただきました、はい、ふるさとの作詞の真下先生の、はい、あ、真下先生の紹介でですね、はい、山本博之先生と出会いまして、もう本当にやる気があるんだったら、まあ、面倒を見てやるというふうに言われましてですね、まあ、今はもう本当に必死にやってるっていう先生の元で、そうです、はい、一度こちらにも、そうですね、ていただいたと思うんですけどね、はい、そうですね、お勉強していただいてるんですね、はい、です、あ、なるほどですね、いや、その30日の場所とかをですね、はい、ちょっとお話ししていただけますか、はい、場所がですね、うん、はい、場所が、新宿区の、はい、新大久保になります、はい、ね、韓流で有名な新大久保になります。そうですね、新大久保のですね、はい、アールズコート、ローン大久保会館ですね、はい、はい、大久保通り沿いに歩いていただいて、サンクスがありますので、はい、そこ右側に入っていただければ、はい、すぐになりますので、はい、そちらからですね、会場が、14時半から14時30分、はい、はい、開演が15時からとなりますので、はい、はい、ぜひですね、お時間ある方いらっしゃいましたらですね、お問い合わせとは、はい、お問い合わせはですね、はい、オフィスユーですね、はい、電話番号がですね、はい、はい、03-5272、はい、1361、はい、はい、オフィスユー、オフィスユーですね、はい、03-5272-1361、はい、こちらまでですね、そうですね、ぜひお問い合わせいただいて、はい、先生 の、 あのコンサートって面白いんですよね。面白いですね、楽しいですよね。も私もね、お伺いさせていただいたことがあるんですが、はい、先生いつも言う言葉がですね、はい、早く終えて、はい、美味しいビール飲もうって言うんですよね。そうなんです。あれはもう爆笑ですよね、皆さんね。そう、一発目から言いますからね。言いますね。早く終わろうって言いますよね。ぜひですね、そちらに、はい、行かれたら、はい、私たちも小山さんにまた会うことができるんですね。はい、もうぜひ、はい、もう本当に正面でこう、はい、ね、お話もできますし、そうですね、とてもいいところですよね、はい、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います、はい、はい、まだまだですね、いろんなお話をお伺いしたいんですが、はい、またぜひですね、はい、スタジオの方に遊びに来ていただいて、はい、はい、いろんなお話をまたこの船橋のお話、はい、福岡のお話、はい、はい、していただきたいと思います、はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。